はい、皆さんこんにちは、こんばんは。おはようございます。ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、持続化動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんやってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見て、皆様どうぞよろしくお願いいたします。特に若い人の血が必要です。若い生き血が必要ですね。生き血なんてね、嫌な言い方ですけどね、本当に血が必要なんです。よろしくお願いします。はい、そしてこの動画、このチャンネルがね、よりたくさんの患者さんに届きますようにね、いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、いつも白血病の僕のその後の状態をね、見てもらいながらですね、ここまで元気になれるんや、やっすげえなって思ってもらえたら幸いでございますのでね、皆さんどうぞよろしくお願いします。はい、僕のね、白血病史上物理的な痛みを受けた中で2番目に心も体も痛かったことが起こりました。物理的にね、科学的な痛みというものがね、治療をしてたら、白血病の治療が特になんですけど、存在するんですけどもね、科学的にの痛みというものというのは、抗がん剤、骨髄移植があります。それは実は痛くないんですけど、それに伴う副作用でね、受けた痛みがありますのでね、それは含めずのお話なんですけども、物理的にってことがありました。この月曜日なんですけどもね、2日前ですやんか、水曜日とかね、2日前、歯医者に行ってきたわけでございますけどもね、その歯医者でですよ、ね、今回のね、治療というのは、初っ端がハードだったんですよね。初っ端だけね、その後はスムーズにね、事なき得たんですけどね、タイトルの通りでね、これって拷問ですよねっていう思うぐらいのね、むしろ、障害、もう拷問やから障害を受けたと、もうね、こう、思わざるを得ません、という感じなんです。はい。ということを思うほどのことだったんですけどもね、この1個前の動画でお話ししたようにですね、左上奥歯から1、2、3、数えて1、2、3本が、銀歯になりますということで、その通りになりました。銀歯にしてもらいました。で、そのうちのね、奥2本というのはすでに銀歯にしてもらってたので、今回は3本目を銀歯にする日だったんです。ということはですね、仮歯の状態だったんですよ。それまでは、月曜日まではね、仮歯の状態だったんです。仮歯、これは前回の歯医者で歯型を取ってもらって、今回の銀歯が出来上がるまでの期間、仮歯にしときましょうね、ということで、仮歯だったんですよ。それまでにはしとくことだったんですよね。で、だから、歯型を取って、銀歯を作ってもらったわけですよ。で、今回はその出来上がった、仕上がった銀歯を入れるだけの作業でしかなかったわけなんですけども、銀歯を入れるにしても、仮歯がある状態ですから、それをまず、外す作業から始めなければなりません。ね、診察台に座っている僕に先生が言うわけですよ。じゃあ最初にこの銀歯を外していくわね、と言った矢先にですね、僕の口に激痛が走りました。メリ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 ギチ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 メリ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 なんやこれって感じで痛がってたらですね、先生はさらっとね、あ、痛いね、ごめんってこうちょっと半笑いでね、持ってたペンチを作業台にバーンってね、下ろしました。そうなんですよ。僕ね、ペンチでね、歯をね、抜かれようとしてたんですわ。ね、仮歯をね。もう拷問でしょ。あのね、ガッチガチに固めてたわけですよ。ね、歯をペンチで抜くなんていうのは、映画の中でしか見たことないような光景だったと思うんですよね、やっぱりね。さすがに僕もね、病院やから声は出さないように我慢してましたけどもね、痛がる動作、こういう痛い痛い痛いっ
ていうね動作を見られると思ったらね、もうこれバイオレンスホラーだと思われてもおかしくなかったと思います。ですのであまりにも僕が痛がってしまってたのでね、結局もうあのドリルでねガーで削って割れ目を入れてから取り外してもらったんですけどもね、まあ、それぐらいにしないと取れないほどにボンドで固められてたわけなんですよ。ボンドかな、ボンドだと思います、接着剤、すごく固まるやつね。そんなもんペンチで取れるわけないじゃないですか。まあ、歯型を取るっていうことは歯の型を取るわけですから、銀歯をするためのここの部分、もともとまだ残ってるね自分の歯の部分があるわけですよね。それを仮歯、まあ、銀歯でもそういう風にするんですけども、仮歯のね こっちの中は穴が開いてるんです。これがスポッと入るでボコってなってるところのこうねへこんでるわけです。穴が開いてるわけです。穴が開いてるところにねもうこれでもかっていうぐらい接着剤を入れるわけです。まあねこれでもかって思うのは僕だけなんですけども、それをねかぶせました。ガッチガチに固まるわけですよ。時間が経てば経つほどね接着剤って固まるんです。で、2、3週間経ってます。もうガッチガチですよね。もう全く取れないし動かないし、何でもこの硬いもんでもガボって噛めてね、あのあめっちゃあれやば、食生活が楽になるわと思ってたんです。まあ食生活が楽やったんですよ、すごくね。そんな状態でねガッチガチ、もうだから自分の歯のような状態だったからね、でもペンチで取れるわけないし、取ったら僕がのたうち回るの分かるじゃないですかね、っていう拷問でしたはい。あ、それがねその終わってから、まあ、無事に銀歯と、銀歯じゃない仮歯取れたんですけども、まあ、銀歯をそこにまたはめてもらうというね、はめてもらったら終わりという歯医者だったんですけどもね、もう驚きでしたよね。ほんまに先生もね歯がペンチで抜けるとでもね思ったんでしょうかね。そのね、だから、歯茎があって、歯があります。でも、ここは、その、元の歯じゃがもう全部ね、虫歯で削られていってるから、ちょっとしか残ってないんですよ。で、そこに、こうね、かぶせるわけですから、ね、もうガチガチなんですよ。ロックされてるんですよ。それをね、ペンチで抜こうって思ってもね、この、歯の歯茎の下にはね、一応ねその歯根というものがありますから、歯の根っこというものがありますから、そこもねあのまあ僕のねその顎の組織たちとねガチガチにくっついてるわけですよ。それを抜くわけですから、顎っても上の歯ですけど、頭蓋骨のねこの ほっぺたの骨とかにねくっついてるわけですよ。それを抜くわけですからね、僕も痛がるでしょね。だからもう頑丈に取り付けたね本人先生がねわからなかったんでしょうかねあれは去りました、ほんまに。あでもね、歯医者に行くたびにね僕はその治療の過程でね虫歯ができやすいので、まあ、そんな歯がきれいになっていく、まともな状態になっていくということになってきているので、前回の動画でも話したようにですね、口の中のことが原因でね他に障害がね出てくるのか消えていくのであればと思あれいくであろうと思えばですね、まあ、今回の拷問のようなことなんてね、まあ、我慢しないといけないんでしょうかね、はい、そんな感じでした、はい、めっちゃ痛かったんですよ、ほんまびっくりしますよ。あのペンチで歯抜かれたことあります？まあある人はいてるんですよ。あのね虫歯で削られてとか、あの永久歯親知らずとかは、まあ、全身麻酔か麻酔かするんでしょうけどもね、虫歯になってもう抜かなあかんような状態の永久歯とかで、子供の歯でグラグラしてて取れそうで取れへんけどもう嫌やわ大変やわ待ってられへんわっていう人は歯を抜くんですけど、その時にねあのペンチで抜くんですけどもね、そういう時のような弱ってる歯でもなければグラグラ動いて今にでも外れそうな歯ではないんですよ。もうまともな歯、普通の歯としてガッチガチに固められてる歯をペンチで抜くってどういうことって思うんですよね。痛かったです。はい、まあね散々愚痴ったんでも大丈夫ですよ、心は穏やかになりましたので、はい、ということで、このチャンネル、この動画がね、同じような、経験をしている、白血病でね経験をしている、治療をしているたくさんのね患者さんに届きますようにね、いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。でそしてね、
いつも僕もね、こんなになっても頑張ってるんだ というね、状態を見てもらいながら、あ、ここまで元気になると俺も頑張ろう、私も頑張ろうって思ってもらえたら幸いでございますのでね、どうぞよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。